サユルと一緒に来ると思ってたんだけど、意外ね。ああ、あいつまた寝坊しちまって。あのバカ。そう口に出してすぐ、サユルが昨日言ってたことを思い出した。そして、彼女にとってそれは、そう単純な問題ではないことに気づき、ひどい罪悪感を、に、苛まれる。そうだよ。鬱ってそういうことよ。俺はただ、いつもそういう風に捉えていたからそう発言してしまったのだ。でも、もしかしたら起こしに行った方が良かったのだろうか。ミヨ君はもうちょっと責任を持った方がいいかもしれないわ。昨日あんなやりとりも交わしたばかりなのに。え？何かなんで知ってるの？今朝まであの子を宙ぶらりにさせちゃって。やりとり？モニカ、まさかお前知ってるのか？もちろんよ。なんてったってこの文芸部の部長さんなんだから。え？でも、恥ずかしくなって言葉に詰まってしまう。さゆりはもうモニカに言ったのか？俺たちが付き合い始めたことを？俺はまだ誰にも言うつもりなんてなかったのに。それでも全部知ってるわけじゃないよな。なら、心配しないで。あなたが思っているよりいろいろ知っているのよ、私。え？いつものように気さくなモニカだが、その言葉を聞いてなぜか背筋が寒くなった。ねえ、パンフレット確認しない？とってもいい感じに仕上がったから。ああ、そうするよ。え？なんでモニカ？いや、さゆりはそんなこと多分モニカに言わないぞ。ん？なんだこれ。俺はさゆりのページを開いた。そこには、彼女が練習で読んでいたものとは違う詩が載っていた。それに俺が今まで読んだことのない。え？私の頭から出ていけ。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 私の頭から出ていけ。あなたにとって一番のことをしてしまう前に、私の頭から出ていけ。あの子に言われたことを全部聞いてしまう前に、私の頭から出ていけ。あなたへの愛を見せてしまう前に、私の頭から出ていけ。この詩を書き終えてしまう前に、私の頭から出ていけ。だけど詩に本当の終わりなんてない。動きを止めるだけ。え？え？待って。怖い。え？ごめん、ちょっと気が変わった。やっぱりさゆりのことを迎えに行ってくるから。ああ、わかったわ。あんまり遅くならないでね。俺は急いで教室から出た。無理しないでね。モニカが呼びかけるのが聞こえる。どんどんペースを上げていく。さゆり？あいつ本当にぐっすり寝てるな。唾を飲む。こんなことをしている自分が信じられない。彼女の家に上がり込んで起こすとか。そんなのまさに彼氏のすることじゃないか。何にせよ、こうするのが正しい気がする。そうね。さゆりの部屋の前に着いた俺は、ドアをノックした。さゆり？早く起きるよ、寝ぼすけ。反応はない。こんな感じであいつの部屋には入りたくなかったんだが。なんだかプライバシーの侵害みたいじゃないか。確かにね。ちょっと、まあ、友達とはいえね。ちょっと電気つけていい？怖くなってきた。よし。でも他に選択肢はない。俺はゆっくりとドアを開ける。さよ、え！絶対に。え？
なんでしょ。無用もさゆりのことが好き。なんでダメなの。だってみんなと仲良くするのも苦しいし、こっちを向いてくるのも苦しいんでしょ。じゃあ何もできないじゃない。何が正解なの。わかんない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 、わかんないわかんない、待って。これは何。てかモニカ、チューブラリンにさせてってそういうこと。首を吊ってるってこと。さゆりって誰。さゆりって誰。さゆり、さゆりって誰。え、みんな何を言ってる。え、コメント欄。え、さゆりって誰。え、みんな、え、待って。